取材中の番組スタッフが撮影したヒグマの様子です。体長は1メートル以上もあるように見えます。この町でのクマの目撃は今日で9日連続。緊迫の町を取材しました。午前11時過ぎの北海道音部町です。あちら山の斜面上の方なんですが、かなり大きなサイズのクマが登っています。こちらから見ても大きなサイズというのが分かりますね。1メートル以上は確実にあるサイズでしょうか。かなり大きなクマがこの道路脇の斜面を登っています。午前11時過ぎ、北海道で取材スタッフがヒグマを目撃。カメラがその姿を捉えました。北海道南部の音部町、この場所では今月11日から今日まで9日連続でヒグマが出没しています。すぐ近くには住宅が立ち並んでいて、朝から警察官が厳戒態勢をとっていました。万が一の事態に備え、クマを撃退するスプレーを握っています。静かな住宅地に緊張が走ります。ヒグマは顔を上げて匂いを嗅いでいるように見えます。なぜ人里の近くに連日現れているのでしょうか。クマが歩いて枝が折れる音がはっきりと聞こえてきます。取材班はおよそ70メートル離れた場所から撮影。かなり大きなサイズのクマです。10メートル以上あるように見えます。ヒグマは斜面を降りて住宅地の方に近づいてきます。このクマがいるすぐ近くにはこのように住宅が立ち並んでいます。熊出没を受けて警察官が警戒を呼びかけています。ヒグマが出没したのは北海道南部、函館から車で1時間半ほどの音部町。海沿いの国道229号に面した傾斜地です。山と海の間に住宅が広がる港町。目撃が相次いでいるのはこの辺りの斜面です。昨日は午前10時半ごろに出没。でもこっちにいるのあれ出てから、あれ昨日出没した時の映像です。海風で雪が舞う中、ヒグマは地面に顔を近づけて何かをしています。斜面の下の国道にはパトカーが。ヒグマは3月11日から今日までの9日間毎日この辺りに出没。合わせて12回の通報がありました。町役場は同一の個体と見ています。なぜ同じ場所に何度も現れているのでしょうか。住民は不安を抱えています。何回も最初はもっと下の方にいたんだよね。配偶取ってほしいですね、不安がいっぱいだから。今日も朝から警察官が待機する中、
午前11時過ぎにヒグマが出没。警察官が張り付いてヒグマの動きに目を光らせます。今何かを食べているのでしょうか。ヒグマは急な斜面を移動し口を動かしています。これまでも何かを食べる様子を近隣住民たちが何度も目撃していました。でかいね。昨日よりできた。あれ降りてきてる。降りてきてるよね。でかいね。後ろ向きで急な斜面を降りています。近いね。一番近距離だわ。ここ到着もすぐにいんだよ。国道に接するフェンスのあたりまで近づいてくることもあったといいます。ああ、なんか食べてる。この場所でヒグマは一体何を食べているのでしょうか。3月中旬で木や草は枯れているのが分かります。どこにいたんですか。いや、最初は そっちの斜面。自宅の目の前でヒグマを8度も目撃したという男性。昨日の正午頃に撮影した映像です。この寒い時でも出てくるもの、普段高くなったらますます出てくるよ。この斜面には春になるとある植物が生えるといいます。何か掘って食べてますよ。間にこう土があるから多分何か芽出してきてる。この時期だと行者ニンニクとかが生えてるのかなとは思うんですけど。住民によりますとこの斜面には行者ニンニクの芽などが生えるといいます。まあ、芽吹きといいますかね、まあ、ちょっと枯れ草の間から少し顔を出しているような芽があるのかもしれません。まあ、のり面の斜面というのは、まあ、雪解けが他の地域よりも早くてですね、まあ、日当たりもありますので、他のところに比べると芽吹きが早いようなそういう傾向があるのかもしれません。専門家は1歳から2歳くらいのヒグマと見ています。まあ、まだ若い個体ですので、まあ、それほどの、なんていうか、あまり経験も多くなくて、まあ、あまり人に追われた経験がなかったりすると、まあ、まあ、車が通ったりですね、人が見ていても、まあ、あまり気にせず、まあ、行動しているのかもしれないですよね。今日、ヒグマは少なくとも20分ほど斜面をうろついた後、山の奥に消えていきました。乙部町は周辺に箱罠を2つ設置。今後増やすことも検討しているといいます。